本日の登壇者になります、成、え、城、っと、学園初等学校の秋山先生、えっと、小金井市立前原小学校の美箕手先生と、えー、スクルタクトを開発しております、株式会社コードタクト CEO の後藤正樹さんで、えー、お送りをいたします。 はい今本編ですねディスカッション3人でえっと、っていただくということで、えっと、ICT やスクールタクト使ってよかった点この機能使ってますかであったりとか、えっと、書籍の内容に踏み込んだ話などちょっとここからは、えっと、コードタクト CEO の後藤さんにファシリをお願いできればと思いますよろしいですかはいはいお願いしますまず一旦多分ご存じない方もいらっしゃるかと思うんで例えば秋山先生もみの手先生も具体的にその何 何年生に対してやっていたのかとか、なんかもうちょっとそこら辺の話を伺えればと思うんですけど、なんかイメージがね、まきやすいかなと思っていて、何年生なんでしたっけ、お二人って、担任持たれてるのは。どっちからしゃべる私からしゃべい。はい、えしと去年が6年生でした。うん、えで、今年度が3年生を持っています。で、ICT 環境は、うちもちょっと水野先生と同じように、ちょっと特殊で。 えとうちのクラスだけ Chromebook、えー、が40代、えー、ありますので、えー、去年からその状況だったので、えー、休校中には休校,休校になれそうだって時に、とりあえず持って帰れっていうことで持って帰ってもらいました。今は、えー、必要があれば持って帰っていいよっていうので3年生にあの貸し出しています。私は 去年5年生で、そのまま持ち上がりで6年生、3クラスだったので、まあ、そのまま3クラスとも持ち上がりで、プラス代があったんですけどそれ、まあでも、まあ学年でやってたので、そんなにこう遜色なくというか、でしたね。で、休校入った時は貸し出しとかできなかったんですけど、まあでもできるようになっていきながらっていう形です。逆に今は貸し出しができない状態で、あの市で統一ということなので、できなくなっているという状態です。 だから主にそのオンラインでっていうのは、去年、まあ、去,去年というか、今年の、いつまでですかね、去年、主にこのオンラインでやっていた時期って、いつぐらいになるんですかね、皆さんって一応、休校までが、そのさっきのズームのやつっていうのをやってましたけど、今も宿題はオンラインでもいいよって言ってて、半分ぐらいの子が、半分ちょ、ちょっと少ないぐらいかな、の子が、 オンラインで宿題を提出してたりとか、あとたまに、あの、ズームと教室つないで、なんか学校にこう予防とかで来れないことかをなんかやったりしてます。今日も先生のところはどうですか、うん、そう,うちは、えーと、本当にちょうど1年前、3月の、えー、当時は2日が月曜日だったので、3月の2日の休校初日から、ズ、えームで授業だったり、スクールタクトでの授業が始まって、でそのまま学年持ち上がって、 上がらなかったので3年生になってからまた、えー、と5月ぐらいから6月ぐらいまでオンラインオン,リーオンラインだけでやってでその後はあの学校の中で使ったりとか長期休みなんかは持って帰って週に1回必ずフィードバックしなさいとか毎日この課題はネット上でやりなさいみたいな課題を出したりはしているのでなので、まあ、ずっとオンラインといえばずっとオンラインな感じです。うんなんか結構 その去年の3月とか、まあ、もしくは1学期あたりとかはやっぱどうしても特に高校とかも、まあ、小中だけじゃなくて高校とかもオンラインでやっている学校さんが多くてその時はまあなんかやるんですけどオンラインがのオンライン 解除されて普通に学校になるとやっぱいつもの学習に戻ってしまうっていうやっぱね先生方というか学校もすごく多かったなという印象があってお二人はそういうふうに終わった後でもそのなんか何らかのその新しい取り組みというのを進めてらっしゃるのかなと思うんですけどそういう感じは今はなんかやっぱ変わったり変わらなかったりってあるんでしょうか,なんかそのうちはなんかあの ただ今回ずっとズームを使ってなかったんですけどなんかズームの使い方をもうある程度これで分かったのでなんか今一人一台子供たちが持ってるからなんか同じ教室内にいながらズームを使ったりするんですよねそうするとなんか例えば外部の先生とか外部講師の話を聞くときとかになんか一つの画面でみんなで見るあんまりこうなんかなんだろう子供たちの主体性が出なかったりするのを でも全員が1人ずつパソコン開いて、ズームに入って、だからもう80何人とかが入ってる状態になると、すごいそれがあの効果あったり、あとチャットでやっぱり、チャットだからすごい喋れる子がいるんで、チャット活用してっていうふうに、うん、この間もあの学年の授業をわざわざズームにして、体育館とかに集めないでやったけど、なんか新たな可能性とか、すごい感じますね。子たちも とにかく3年生に関しては、ある意味、オンラインから始まっているので、オンラインの方がスムーズなんですよね。うんうん、なので、それをあえてすべて紙にするというより、まあ、紙の方が良ければ紙の方がいいし、ただ、みんなで共有したり、みんなで考えまとめたりするとは、はデジタルの方がはやりやすいものも多いので。 その辺、一部もちろん紙に戻ったものもありますけど、オンラインの方やりやすいとかオンラインで残っているっていうところですかね、うん。結構そのオンラインの特徴としては、まさっきみのと先生も話がありましたけど、クラスっていう単位にする必要もあえてないみたいなところがあるじゃないですか。その辺りとかも結構じゃあ今も継続されてらっしゃるんですかそのオンラインじゃなくてなか、うん。うちはそうですね。うちはもう、 でもうちもそもそもの前からもうあのスクールタクトで朝の会、朝ノートっていうのをやってて、まあ、その日の健康とかあの昨日の出来事とか今日楽しみなこととかを掛け合ってこうお互いにコミュニケーションを取っているっていうのをやってたんですけどなんか最一番最初はクラスやったんですけどなんかこれクラスでやらなくてもいいなと思ってだからあのその今持っている6年生去年の5年生はもう4月の段階から学年全体を入れてるんですよね。それででスククールタクトを使ってたので、うん だかからなんかありにオンラインの時というか、休校の取り組みももうなんか必然的に何でもかんでも全部クラス合同で学年合同でやっているので、だからその、うん、終わってからもそうですね、だからクラス代とかもあったけど、まあでももうほぼほぼみんな知ってるし、うん、なんかクラス合ってないような感じがあります,、うん、そう,ですうちの場合はあの1人1台環境がまだないので。 なので来年度からはまあ学年でやることも増えると思うんですけど、うん、今は基本的にクラスでやっ共有することが多いですね。うん、なんかあとはその、よく一般的に、まあ、例えばさっき秋山先生物さってあのドリルというか、暗記型のドリルのアプリだったりとかありますけど、なんかとかくその、いわゆるこう IT を学校教育で使おうっていうと、学力みたいな、なんか。 AI ドリルで早く学べますとか、まあ、そういう観点もあると思うんですけどやっぱり二人の実践というのは、まあ、そこを申さることながら学級経営というか、まあ、グループエンカウンターというかソーシャルスキルというか、まあ、子どもたちがこうちゃんと心を開いて自分でこう学びに行く主体的に学ぶというところになんか IT を使っているというのはそう,いう特徴だなと思っているんですけどなんかその辺りで改,改めて心がけていることとかあったりされますか なんかこう、ICT を入れてバリバリ学力を上げたいっていうわけではなくて、まあ、なんかどちらかというとこう、学びやすさかな、本人の学びやすさをまずこう保証してあげると、そうするとなんかこう、やっぱり学校ってすごく勉強を嫌いになってしまう要素がたくさんあるなと思ってるんですけど、なんかその要素を取り除いてあげれば、基本的に学びっていうのは本当は楽しいはずだと思っていて、まあ、こう学びの楽しさを取り戻すってずっと言ってたんですけど、 んかあの授業についていけるかついていけないかとか褒められるとか怒られるとかそういうのが入ってくるとなんか学びの楽しさがなくなっちゃうんでだからなんかそうするとこう楽しさを味わわせなきゃいけないとかあのなんだろうパフォーマンス的な授業になりがちなところもあるんですけど本来その学びそのものに楽しさは全部含まれてるはずなのでなんか他の要素を取って学びやすくさえしてあげれば それが一番純粋で持続可能な学びの形だと思って、そういう実践をなんかあの自分の中でも、日々模索しています私も、まあ、要するにそうおっしゃる通りだなと思ってて、あとこう、自分の中では、あまりこう学びっていうところまでは意識はしてなくて、あの教室にうち36人いるんですけど、36人が1人発表すると、それだけで36分かかるし、よっ 子どもたち観察していると、全員が全員とコミュニケーションを取っているわけではない中で、ICT を使って、例えばチャット機能を使うだとかっていうところで、あの今までこうあまりクラスの中でも話さないことのコミュニケーションが生まれたり、あのうん、なんだろうな、意図しない交流とか、意図しない衝突とか、こういったところもあるんですよね。で、子どもたちが大人になってくるときに、デジタルでのコミュニケーションっていうのは、これから絶対増えてくるとは思うので。 そのデジタルでのコミュニケーションもあの体験できる場が一つ学校にあるとすごくいいのかなと思って、うん、コミュニケーションを取るっていうことを意識しながら活用したりはしてますねそうしましたら、次に質疑応答に入りたいと思いますので、えっと、秋山先生、箕手先生、あと高度拓磨代表、後藤さんに対して、何かこう質問点などあれば、うん、ズームのチャットの方に記載していただければ、えっと、進行の妹が拾って質問したいと思います。うん、はい 1>, 1点ですねあの、チャットで質問いただいているので、先にまずこれを、うんえっと、取り上げたいと思うんですけれども、えっと多分美の手先生が先ほどあの、オンラインで宿題の回収を一部しているっていうふうにおっしゃっていたんですけれども、その場合、提出のチェック、丸つけ、コメントなどはどういうふうにされていますかということで、宿題の提出された後の対応についての質問がありましたので、回答いただけますか。はい、いありがとうございます うちの学年はあの自学っていってあの自分で課題を決めて学習するだから、まあ、休校中のオンラインに近い形なんですよねだから引き続き絵でも別に構わないっていう状態なんですが、まあ、すごいいいのはんだろう僕朝の2 3 0分前に学校行ってでそれスクールタクト開くともう課題がバーって並んでるわけですよ。 だから子どもたちが学校に来る前に課題こう目を通せるのでそこで僕は毎日全員にコメントをバーって返しています。そうすると朝の段階でその子たちはそれに目を通すようになっていてだからその時、僕も声かけやすいしあと子どもたち来た後に紙で提出する子もいるんですけど、まあ、クラスの半分の量で済むからあのその子たちもそれで紙でコメントを書いて返せるっていうところですかね。あとそこでこでううなんだろう ワンオンワンじゃないけど個別にこうこういうところもなんかこうアドバイスとか助言とかあげましとかができるので、うん、かなりあの今までの宿題感が変わるというか、うん、すごくいいなと思ってやってますなるほどありがとうございますえっとお次の質問なんですけれども秋山先生と三ノ手先生に質問です。 アナログと ICT の使い分けをどのようにしていますかということで結構いろんな多岐にわたるかなと思うんですけれどもちょっとざっくりと使い分けについて教えていただけると嬉しいです。秋山先生からお願いできますかあはいありがとうございます。あのちょっと今チャットでいただいたときに直感的に思ったのが直感性、えー、と子どもたちが自由に発想したり、えー、何かすぐに書く。 とか例えば子どもたちの思いがすごくあるときに、えー、それを出すみたいなのは紙とかペンですね、あとは共同的に大きなものにやるみたいなところはやってますで、記録としてログを残す、ちょっと見重ねるみたいなときは、えー、ICT を使ってあのやるケースが多いかなと今、あのこの質問に投げられたときに直感的に思ったところです。ななるほどあありががとううございいいます手先生いかかかでしょうかはい、なんか、あのー まああの迷ったら ICT 使うと、なんかあの今まで気づかなかったことが多いので、迷ったら使うように私はしてたんですけど、やっぱりその中でアナログが向いてるなって思うのは、なんか覚えなきゃいけないものとか、あとやっぱりぱっと開きやすさで言えば、やっぱりパソコンより開きやすい、だから隙間時間を使ったり、ちょっと暗記したいとか、あとこう全体像をばーって書き出していきながらこう拾っていくのは、画面がどうしてもちっちゃいので、それより大きいものが必要だったりするときは、 まあ子どもたちはノートを使っているかなというところと、あとやっぱりそのこう大人もそうですけど、画面上だけでやってると疲れてくるんですよねこう。身体性が失われてくるので、割とその、なんだろう、ちょっと活動を入れたりとか、ちょっとこう体を動かしたりとか、えー、するときには、あ,のあえてこう紙を使ったりとかする。漢字はまあ圧倒的に紙じゃないと覚えられないですよね。なので、そのあたりで。 やってますかねあと計算のこうちょっとちょっとしたこう計算メモとかは紙でやった方が明らかに早いのででもだんだん子供が自分で判断できるようになってくるっていうのが最終的なところかなと思いますなるほどありがとうございますお子さん子供さんがこう自分で判断できるっていうのが面白いですね 先ほどの宿題の会話について、宿題の認識が変わりそうですというような話あした。そう、宿題って多分本当に、特に美濃先生とかも、秋山先生とかもそうだけど、本を読んでると、宿題って概念がやっぱ変わるよなっていうのをすごく感じましたね。どこだっけな、秋山先生の,の理科の実験の確かところで、あなんか私、それを感じたんですよね。あの家で宿題をやる で学校で学ぶっていう話っていうのが、まあ、オンラインだと家でもね、実験したりとかするっていうのが、秋山先生とか書いてあって、だからやっぱり学びっていうのが、すごくその学校とあの家庭でシームレスになるみたいな話かなっていうすごく感じたので、そうすると、宿題とは何なんだみたいな感じになりますよね、別にもうすべてが学びじゃんっていう感じがしている。はい、ありがとうございます えっとブレイクルームで1ヶ月前にスクールタクトですかね導入した方とご一緒しましたと同僚の推薦だったそうです、えー、数ある中からスクールタクトを選んだ理由を教えてくださいということでえっ、ー、と秋山先生と猪手先生がその導入に携われたかどうかっていうところもあるとは思うんですけれどもいかがでしょうか私は導入に携わったわけではないんですけどまあずっとあのスクールタクトさんの方はもう 何年前ですかねもう6年ぐらい前からいろいろおっかけさせてもらっててで、まあ、あのやっぱりその使いやすさとこうす常に更新し続けるところとでもやっぱりなんか一番はそのビジョンのところなんだと思うんですよねなんかやっぱこうそういうこうなんていうんですか教育とか授業に対してこうすごく思いがあってかつなんかそこの親和性があるというか、うん、あいやほんとそうだよなと思ってるっていうところがなんかやっぱりこう共有できるから なんかその機能も全部そこに反映されてくるし。なんかあの同じようでも、やっぱりその作り手によって、多分全然。あの使いやすさとか、ユーザーインターフェースみたいなのが違うと思うので。その部分かなと思います。うん、進化していくっていうところ。考え方っていうとこ、ろ嬉しいですね。ありがとうございます。秋山先生、何かありますか。そうです。私もあの、水田先生の元ボスがうちで。 <laughs> あの授業研究会の講師をしていただくときにあのお勧めをいただいてであの結構早い段階で後藤さんだったりと,いうともお話ができたりして水田 <laughs> 先生おっしゃる通りこうつり今後、ね、藤さんもあのこういう目的で作ってますとかこういうビジョンで作ってますみたいなお話されましたけどそういう話が結構フランクにできる、えー、っとアプリではあるので。 なので、こちら使い手としても、あここはスクールタクト使えるなとか、あここはでも自分でやっちゃった方が早いなとかっていうところの、あと G3 と使った方がいいなとかっていうのも分かるので、そこの風通しというか、あの距離の近いところっていうのがすごくあの導入のきっかけというか、今、使い続けているきっかけになるなと思っています。で ちょっとあの入れる入れない、今日スクールタクトのなんか宣伝ばかりになってすると申し訳ないので、あの聞いてる方にプラスで言うと、やはりこういうものを入れると、クラウドベースで情報が残るわけですよね。な、うん、にあに、そう簡単にこういった、えー、と子どもの情報が残るものって乗り換えるのってなかなか難しくなるので、導入時に、えー、とどういうものがいいのかっていうのは検討していかないと。 いいけななのかなとじゃあ明日からいろいろにしますとかっていうことができないので、そしたら今までスクールタクに残ってた情報をいろいろに引き継ぐことができないので、そういったことはあの慎重に考えていただいて、本当に子どもたちのために、あと自分たちがどういう学習を作っていくのか、子どもたちがどういう学習を作っていくのかっていうところが1つ、一つ、うん、アプリケーションを選ぶときの、えー、重要なポイントになるのかなとは思ってます。うん、すみません、ちょっと余計なことまで。以上です。本当にだから事業支援ソフト 1>, 1つ取ってもキャラクターがいっぱいありましてそれぞれいい点があるのでなかなか難しいとは思うんですけどもまあ作れたくと一つの特徴としてやっぱりその教育学とか教育心理学とか、まあ、もしくは実際の事業者とかそういったところに非常に寄り添いが多分一番強いものだなというふうには思っていると。なんかなのでまあ なんか使いやすさとかっていう意味ではちょっとまだ落ちる部分がまだあって、それを今ね何とか良くしてるっていう感じではあります。はい、ありがとうございます。はい、ではクロージングに入りたいと思います。えっ、ー、とちょっとだけ時間をオーバーしますけれども、秋山先生、三ノ手先生からえっ、ー、とぜひあの一言ずつ頂戴できればと思います。秋山先生からよろしいでしょうか。はい、本日はありがとうございました。 えっと、本当に貴重な、あの、機会を、こう、皆さんと共有できたこと、とても嬉しかったです。あの、また、あの、私の実践もいろいろ研究していきたいと思ってます。皆さんからも学ばせていただきたいと思ってますので。何か、また、素敵なご縁をいただけたら、ただと思っております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて、みのて先生、お願いいたします。はい、みのてです。今日はありがとうございました。なんか、やっぱり。 どういう授業をしたいかっていうことがすごい大事ですよね。なんか ICT 使うことが目的ではなくて、どういう授業をしたいかとか、どういう教育をしたいかっていうところで、その時に選定されるものってすごく大事だなって改めて思いました。だからそこってすごい、あのそれがこう授業の在り方とか、教育の在り方をこう決めていくものになるので。 やっぱり僕はそういうことも考えてスクールタクトとすごく好きだし今も本当にあのほぼ毎日使ってるっていう毎時間使ってるぐらいのツールなのですごくおすすめなんですけど多分これからいろいろ選定がどんどん決まってくると思うのであとはもうどんどんこう声を出していくことですかね現場からもう教育委員会とか多分決める人は多分現場じゃなかったりすると思うのであの本当にそこで後悔がないようにというか。あの いいい選択をしててもらえればなと思っていますまた私もいろんなあとはやっぱ使っていくとですねあのいろんな気づきがあって僕もいまだにこう4年も使ってるのにいまだにはわこんなことなんで気づかなかったんだろうってすごい発見がたくさんあるのでやってみるってことと共有するってことはすごくあの大事だなと改めて思いいいままししたたあありりががととううごござざはいました。